ました？よう。さすがに立体軌道には慣れたけどよ、今日の訓練は結構きつかったな。おいおい、お前ら見てられなかったぞ。少しは俺の立体軌道装置の扱いを参考にしてみろ。まあ誰にでもできるってわけじゃねえんだろうな。おい、じゃあ教えてくれに来たのか、それとも自慢しに来たのか。うぜえな。誰がうざいって？才能ねえからってひがむんじゃねえ。エレン、どうしたの？ミカおい、エレン、立体軌道の話だったな。コツなら教えてやるよ。また喧嘩してるのかと思ったけど。そんなことねえって。俺は親切だからな。エレンもそっちのお前もまとめて面倒見てやるよ。はあ、俺はお前に教わりたくなんかねえよ。何、お安い御用だ。エレン、怪我してる？すぐに手当てしないと。早く来て。はあ、こんなんかすり傷じゃねえか。おい、ミカサ。あ、立体軌道だったよ。そんなの今度でいいだろう。自主訓練ですか？偉いですね。そういえばあなた、最近ジャンと仲がいいみたいですね。ジャンといえば、ブッブ、あの話を知っていますか？なら教えてあげますよ。少し前に同期のみんなと家族の話をしていたんです。私の父は狩りが得意とか、コニーには妹と弟がいるとか。で、ジャンは直接聞いたわけじゃないんですが、お母さんにすごく可愛がられてるらしいんです。意外ですよね。傑作だったのは、ジャンが部屋にいたら突然お母さんがドアを。サッシャ、なんでお前がその話を。くそ、言いふらしてんじゃねえよ。別にいいじゃないですか、喋っても。おっと、私用事があったんでした。あの芋女。おい、サシャに何を聞いたか知らねえが、全部デタラメだからな。ようなことはねえよ、あのババアのことなんて。くそ、誰がサシャに喋りやがったんだ。とにかくあいつの言ったことなんて信じるんじゃねえぞ。やるね。
何？どう思います？どうも。私に何か用ですか？すみません。急用を思い出しました。また今度に。どうしたの？今の。ねえ、サシャと喧嘩でもしたの？ダメだよ、早く仲直りしなくちゃ。そんなことか。あのバカは公共の言葉を恥ずかしがってんだ。バカ丁寧なあの喋り方の方がよっぽどうざいんだかな。もう誰もがユミルみたいに無神経じゃないの。サシャにはサシャの考えがあるんだから。ですか。今度は何でしょう。私の言葉遣いのことですか。クリスタたちから聞いたんですね。知られてしまったなら仕方ありません。お話しします。ユミルが言った通りなんです。私、故郷の訛りが恥ずかしくて。それに、ずっと村で過ごしてきたから、狩猟のこと以外、何も知らないんです。だから、周りに遠慮してしまって。けど本当は、皆さんともっと自然に接したいんですよ。お願いです。力を貸してくれませんか？ありがとうございます。あなたなら協力してくれると思っていました。あなたがいてくれればなんとかなりそうです。よろしくお願いします。見事なものだ。絶好の実験日和だ。意見を聞かせて。おお、
やあ、こんにちは。調査兵団として。分隊長、無茶ばかりして。私はあんなに生き…よ、こんにちは。調査兵団として感謝するよ。よく来たね。君の噂は聞いてるよ。私はならば、こっちはゲルガーだ。一応、場数だけは踏んでるからな。何かあったらいつでも俺たちを頼ってくれていいぞ。で、君の隣にいる大男がミケ・ザカリアス分隊長だよ。気にしなくていいぞ。初対面の人の匂いを嗅いで鼻で笑うのはミケさんの癖なんだ。ついでに教えておくと、ミケさんは嗅覚がすごくてな、巨人が姿を現す前に匂いで察知できるんだ。しかも調査兵団の中ではリヴァイ兵長に次ぐ実力者なんだよ。雑談はそれくらいにしておけ。ちゃんと教えとかないと、ただの変人だと思われるよ。お前には兵站拠点の設置任務に加わってもらう。兵站拠点というのは分かるか。次の壁外調査の航路上に拠点を築いて、あらかじめ行軍に必要な物資を運んでおくんだ。壁外での作業になるから、本来は兵団配属前の新兵にやらせるような任務じゃないけど、君は大丈夫そうだね。ビビらないなんて大した度胸だな。今回は壁外といっても遠くまで行くわけじゃないから、そこまで危険なことにはならないと思うよ。だが確実に巨人はいる。死にたくなければ気を引き締めて臨め。いいな。この町の中心部に兵站拠点を設営する。総員、準備作業に移れ。お前は俺と来い。町の周囲に見張り用の拠点を築く。倒せ。設営できる拠点の数には限りがある。無駄な設営は控える。いいな。鼻が効くが、エルヴィンほどには効かない。落ちた。捕らえた。あんなの余裕さ。狙い通り、味わいなか。ほらよ。落ちた。
急いで拠点を作れ。よし、その調子でやれ。行ってやろう。救援要請か。行くぞ。倒さない。捕らえた。狙い通り。捕らえた。当然さ。厳しいな。相手する。安全は二の次だ。兵士である以上は仕方ないよ。お前のような匂いのやつはあまりいない。狙い通り。救援要請か。行くぞ。捕らえた。落ちた。捕らえた。私はここの守りを固めておこう。足りねえな。急いで拠点を作れ。相手する。倒さない。完璧だろ。行ってやろう。無残。ふざけんなよ。引くしかねえのか。狙い通り。捕らえた。落ちた。新兵は経験が浅い。俺が何とかしてやらねえとな。狙い通り。味わいな。落ちた。当然さ。倒さ。
俺はここの守りに徹する。狙い通り、捕らえた。ここが拠点さ。いいぞ、あと少しだ。相手する。見張り拠点の設営は失敗したか。周囲の警戒を怠るな。よかった、無事だとは思ってたけどね。ここからは私たちも合流するよ。兵団拠点の設営が済むまで片っ端から巨人を討伐してやろう。あんなの余裕さ。すぐに任務に取り掛かれ、油断はするなよ。あんなの余裕さ。こうも手こずるとは。救援要請を確認、私が向かいます。行ってやろう。俺だけじゃどうにもならん。落ちたら完璧だろ。行ってやろう。新兵の動きじゃなかったぞ。当然さ。は助かった。増援を呼んで戦況を立て直す。壁外での任務はこれで何度目になるんだろうな。さあね、いちいち覚えてないよ。俺が最後の任務にならないよう最善を尽くすんだな。落ちたら捕らえた。狙い通り、完璧だろ。拠点を立てな。増援を調達してこよう。倒した。捕らえた。完璧だろ。あんなの余裕だ。狙い通り、落ちた。捕らえた。当然さ。
落ちた。悪くないな。その調子で頑張ってくれ。狙い通り。これだ。落ちた。行ってやろう。完璧だろ。兵站拠点の設営が完了したようだが、撤退の準備にかかってくれ。よし、これで任務は完了だね。お前、いい仕事ぶりだったぜ。兵站拠点の壊滅は作戦の失敗と同義だ。巨人が集まる前にここを離れなければ。ここまで近づいて気づけないとは。総員撤退。巨人を討伐し、急ぎ退路を確保せよ。相手する。捕らえた。狙い通り。そこを守って、奴らを止めて。捕らえた。行ってやろう。救援要請か。行くぞ。早く退路を確保せねば。さらに巨人が集まり、兵站拠点が壊されてしまう。ほら、奴らに兵站拠点を荒らされる前に迎撃用の拠点を設営しておきたいね。手を貸してくれないか。まずは付近の巨人を討伐しておくぞ。始まりだ。ほらか、一気に行け。狙い通り。拠点の設営作業に移ろう。落ちた。その調子で頑張ってくれ。
すでに兵団拠点に大きな被害が出ている。一刻も早くここを離れるぞ。無事だった？はい、問題ありません。まだ気力は残っているな。大丈夫、さあ行こう。まだ気力は残っているな。問題ない、行くぞ。狙い通り。あんなのどういうさ。いいぞ、だが突っ走りすぎるなよ。落ちた。捕らえた。行ってやろう。拠点を立てな。倒さ。リヴァイ、お前も言ってくれるか。了解だ。すまねえな。相手する。狙い通り。あんなの余裕だ。落ちた。捕らえた。行ってやろう。完璧だろ。
相手する。総員、直ちに撤退せよ。なんだろう、様子がおかしいね。ああ、妙にざわついてるな。あ、ミケ分隊長。どうした、何か事件か。被験隊が捕獲した巨人が2体とも殺されたんです。犯人はまだ見つかっていません。見張りが気づいた時には立体軌道で遥か遠くに行ってしまっていたそうです。兵士の犯行か。で、判事はしばらく立ち直れないかと。だろうな。